はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は9月14日、4時38分に収録しています。今日もナスダック100の相場分析と見通しについてお話ししていきたいと思います。現在ナスダック100はですね、15,402ポイントとなっております。昨日 CPI の発表があったんですが、まあ、総合は0.1%上振れだったものの、コアの方はですね、まあ、若干改善傾向にあって、まあ、予測値通りと、予想値通りといった形になり、 ま、それを交換してか、まあ、株がね、今上昇していると。で、それ以外にもね、まあ、理由があって、今ね、金利が、まあ、一旦のピークをつけてから、えー、低下してるんですよね。まあ、低下してると言ってもですね、まあ、テクニカル的に意識されるような、え、ここの4.211%。ここはまだ割り込んでいません。で、あと私が <coughs> 引いた、まあ、こういう斜め線ですね。ここも今割らずに反発していますんで、まあ、依然としてですね、まだまだ、えー、トレンド的には上向きなんですよね。 はい。ですので、まあ、下目線継続かと言われるとですね、ちょっとね、微妙な感じもします。はい。で、その、なぜ微妙なのか、この後上がっていくのかっていう話について、ちょっと触れてみたいと思います。このね、6月からずっと形成している高根県での天井固め、はい、これレンジですね。まあ、これをね、まあ、2021年の相場、 と比較して、いろいろ私も分析しているんですが、まあ、ショーターでこの後の下落を信じる方というのはですね、例えば、ここを左肩とする三存での下落であったりとか、もしくは、ここのトップで、ここ2番天井、ここをダブルトップとする下落、こういったものをイメージされるかと思います。私もね、そのようなイメージで見ているんですが、 ただね、もう一段ですね。まあ、えー、近々で言うと FOMC が来週ありますよね。えー、そのあたりまで、えー、このトップをね、届かないぐらいまでの上昇があり、その後落ちていくという形も、2021年の相場を振り返ると十分あるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。そのイメージがこちらですね。フィボナッチで、えー、今年につけた最高値である15,931。はい。で、そして、えー、ここ最近の安値である、 14,553。これをですね、フィボナッチでドラッグします。で、そうすると、直近のね、この15,628。八この、高値というのは、まあ、私はですね、これダブルトップで落ちていくっていうふうにイメージしてたんですが、フィボナッチ的にはね、78.6%戻してるんですよね。ですので、2番天井としては十分な戻しじゃないかと。この786戻しね。はい、そのように思うじゃないですか。 で、ここでね、2021年の相場を振り返ってみます。はい。2021年の相場というのは、まあ一番の天井ここですよね。ここから安値をドラッグして、で、フィボナッチ見てみますと、ここが2番目の天井だったとするならば、このヒゲ先が78.6ちょい足らずぐらいで、まあ、落ちていると。で、ここでね、まあ、 えー、私がその時相場張ってたらですね、まあ思ったはずなんですね。ここの三尊、もしくはダブルトップで落ちていくと。はい。思ったはずなんですよ。ですが、3番天井がやってきたと。はい。遠目から見たらまあダブルトップって言えるんでしょうけど。はい。2番天井目は低くて78.6戻しがあって。で、3番目の天井が、 ね。ここの、一番目の天井に、ギリギリ届かないぐらいまで釣り上げて、で、その後大きく急落するという。はい。これが2021年、年末年始の相場でした。はい。これに、えー、まあちょっと近いような、チャートパターンを、まあ今作りつつあると。はい。いう見方もできますよね。で、その観点で、まあチャートパターンを見たときにですね。はい。このあたり。<coughs> 一番天井を超えないね。一番天井っていうのは15,930あたりですね。ここを超えないぐらいの上昇が、来週にかけて、ね、来週何がありますか ?FOMC がありますよね。政策金利の発表まで上がっていき、で、その後、落ちていくと。はい。そういう可能性もね、十分あるんじゃないかなっていうことを考えています。はい。まあ、こういう上目線を思うのは、やはりですね、<laughs> ま、細かい足で見るとですね、これ二次関足なんですけど、ま、昨夜のね、ま、本来だったら落とすべき時に、ま、下がらなかったと。ね、そこから大きな下落を期待していたんですが、ま、その後ね、もう本当妥協のないね、ま、小幅ながらずっと連続要請で、ま、引け際にね、昨夜のマーケットの引け際にちょっと下落するも、その後またずっと上がっていると。はい。このような状況を見るとですね、やっぱりですね、トレーダーとしては、 ね、ショーターである前にやっぱりトレーダーでやりたいんで、トレーダーとしてはですね、上のシナリオも考えておかなくちゃいけないと、はい、いうことになるわけですね。はい。ですので、まあ結論ですね、下目線はまだ、はい、維持しています。ですが、えー、上に行った時のこともやっぱり考えなくちゃいけないと、はい、いうことですね。で、まあ、収益観点で言ってもですね、まあトレードをする上で、まあ目線をしっかり上に乗り、えー、乗り換えることができればですね、 ま、この値幅ですね。400近辺から、例えば、820まで上げるんだったら、400ポイントの上昇。で、その後、またこの現在価格まで戻るんだったら、計800ポイントね、まあ、利益を出せるというチャンスでもあるんで、まあ、もう一回トップをつけて、ね。まあ、私はね、この1万6000とか7000、今期目指していくっていうふうには思っていません。このレンジの期間が、天井固めの期間が、長ければ長いほど、 で、そして、何回も、2回、3回行って、高値を試して、それでもダメだったと。いう諦めの下落っていうのは、それなりに大きな規模になると思っていて。私は未だに、一番のメイン何って言ったら、やはりですね、年末にかけて、1万2000ポイント割れてくると。はい、そのような対局シナリオを持っています。はい。その対局シナリオの、まあ、この天井のね、ファイナル、 を飾るべく、こういう3番天井を最後、つけて落ちていくというのは、まあ何もね、まあおかしなことじゃないかなっていうふうに思っていまして、まあ2021年もね、そういう数ヶ月かけて、長い天井固めを経て、3回高値をトライするも、まあ上抜けできずという諦めから大きな下落、はい、下落トレンドが大きく発生しました。はい、ですので、まあしっかりね、 まあ何回でもまああの高値をトライしてもらってでそこでダメだねっていう諦めでまあ落ちるんだったらしっかり落ちてほしいなということでまあポジティブにねまあ短期的な1週間程度の上昇が来るんだとしてもそれは往復で800ポイントの利益が上がるじゃんとそういうねポジティブな見方でまあその上昇っていうのをねまあ鼻から否定するんじゃなくえまあ取っていくようなねまあそういう目線でえちょっと見ていきたいと思います はい。で、具体的に何をするのっていうことなんですけど、えー、2時間監視でね、まあ、ここ最近の、えー、まあ、寝動きを線引いてみました。まあ、ざっくりですけどね、まあ、三角持ち合いを形成しているのかなって思っています。はい。三角持ち合いね。で、三角持ち合いに、えー、まあ、よく見られるのはこういう下抜けとか上抜けのトラップですね。 はい。で、私もまんまと引っかかり、引っ掛か,かりってわかんない。この後え、下落したらね、まあそれは正解なんですけど、でも今こうやって上昇してるじゃないですか。ね、こういう下抜けを見て、下だっていう風にね、まあ確信してしまいがちですよね。だけど対局見るとこういう三角持ち合いの中での下抜け、上抜けっていうね。はい。まあ、それを見てるのかなっていう感じですね。はい。で、えー、今夜ですね、 ま、1000を引くんであれば、現物の NDX の前日の終わり値が15,348ポイントなんですよ。ですので、この近辺まで押してくる、ね、22時半以降に、まあ、あと21時半に指標発表があります。PPI ですかね。生産者物価指数ですね。まあ、その結果を受けての下落か分かりませんけど、え、どのか、まあ、どこかのタイミングで、この近辺まで落としていくんじゃないかなって私は思っていまして、 はい。そこがですね、まあ、要は、この後の続落、ね。えー、この前日終値を下抜けて続落していくか、もしくは上昇反発していくかの見極めの非常に重要な、はい、分岐点になるかなっていうふうに思っています。この丸の部分ですね。ここで下抜けるのか、で、目線を、え、どこからじゃあ下に変えるのって。 ね、いうことなんですけど、このヒゲ先である、9月14日の3時につけたヒゲ先である、15,303ですね。はい。まあ、ざっくり、15,300割れて推移するようだったら、下目線継続ですね。はい。つまり、えー、この二次関心で見られる、こういうかなり歪なチャートパターンでの3存を、このネックライン割って、いよいよ15,000割れ、はい。に向かって、どんどん下げていくと。 はい、そのように、えー、思います。はい、15,300を明確に割るかどうかですね。まあ、あと、えー、その上には、ナスダックの前日終わり値である15,350付近ですね。はい、この付近までは、まあ、んやかんや言ってね、まあ、この後上がっていくにしても何にしても、まあ、試しに行くんじゃないかなっていうふうに思っています。それが21時半なのか、22時半なのか、23時なのかはわかりません。 はい。で、そこで見極めをするということですね。ある意味、ショートポジションを持っている方は、ここで、例えば半分ディスクオフするとか、ね、ポジションを逃がす、決済するとかね、理覚するとか、はい。もしくはもう完全にディスクオフして、その後のね、ジグザグの、まあ、ここを下抜けてから、まあ、ここ抜けてから入るとかね、まあ、そのようにしていただくのか。 はい。私もね、ちょっとね、まあ、取ってるリスクをね、ここで、まあ、どのような値動きをするかによって、え、リスク量をね、ちょっとコントロールしようかなっていうふうに思っています。はい。というのも、まあ、やはりですね、こういう指標発表を受けて、それでもなお上がり続けるこの値動きですね。はい。やっぱりね、目線を、まあ、上にシフトチェンジ、はい、せざるを得ないような今状況になってるかなと。はい。あとね、金利との関係も非常に大事ですね。今、え、これ4時間足で急騰していますね。 はい。昨日のこの大きな下げ、これが単なる一過性の押し目で、それを打ち返すようなね、上昇があるんであれば、やはり株は下がっていくと思います。そこもやっぱり考えなくちゃいけないですね。あと、アップルですね。アップルについてのチャートもね、えー、っと、この、年初からのトレンドラインあるじゃないですか。えっと平行チャンネルあるじゃないですか。ここね、今割れた形になってるんですよね。冷やしレベルでしっかり割れています。はい。この後ですね、もしね、株価がもう一回天井を 来週にかけて目指して15,820付近まで上げていくんであれば、アップルどんな値動きするかっていうと、ここをね、直近最安値を割らずに、こんな感じで上がっていき、で、その後落ちていくと。はい。そのようなイメージをしています。どっちにしろですね、やっぱりまあ、金利上昇のトレンドの向きと考えて、目先、もし上がったとしても、結局、まあ、このように売り叩かれて、 天井固め、3回トライするもダメだったよねっていうことで、私は年末にかけて大きく落ちていくと。はい。このようなメインシナリオを持っています。はい。ただ、目先についてはね、やっぱり上か下かっていうのはなかなかわからないし、はい。な、その、ま、選択肢のね、えー、誤りにより、まあ、命取りになってしまうと。 いう、まあ、ロットの張り方の方もね、いらっしゃると思うんで、まあ、ここはね、しっかり、下目線、上目線っていうのをね、ニュートラルに、はい、中立にですね、見てい、えー、くべきかなっていうふうに思っています。ですので、結論、えー、今日、押しが入った場合はですね、そこでリスク量を半分にするのか、勢いよく落ちていくようだったら、下目線継続ってなりますし、まあ、そこでね、まあ、揉み合って、あ、上昇するのかって思ったら、まあ、そこはですね、やっぱり、はい、リスクを半分、もしくはリスクオフにして、その後のね、 この緑のね、この線ですね。一応言っとくと、9月1日の21時につけたヒゲ先、2時間足です。で、9月12日、3時につけた、えー、高値のヒゲ先。この2点を結んで延長すると3点ね、えー、結ぶことができます。今日の1時に3点目つけました。はい。この4点目を突破して、ね、この緑ラインを突破してレジサポ転換なんかしたら、私的にはですね、まあ、例えば、 2時間足でも確認できるようなこういう逆三存ですね。はい。ここ一つチャートパターンがあります。ここほんのちょいヒゲで上抜けしてるんですよ。なので、この後ね、もう一度こう押しを作ってからここを上抜ける可能性あります。はい。これが目先のね、1時間足とかだとね、あの、すごく確認しやすいです。えー、まあ、チャートパターン逆三存です。はい。ここを上抜けるとやっぱり上に行くよねっていう、はい。えー、そういう形です。 で、え、もっとね、対局で、えー、ざっくり見るとですね、ダブルボトムをね、確認することができます。ダブルボトム。これですね。はい、このダブルボトムが完成したらですね、一体どこまで上昇するのっていう目戸なんですけど、ね、目戸なんですけど、ネックラインから安値まで引いたときに、2倍の距離するとですね、15,830付近ですね。はい。え、その付近まで、 上昇すると。はい、いうことですね。先ほど申し上げた、まさにこれですね。15,830つったらこの辺ですね。はい。ですので、2021年年末年初の、えー、こういうチャートパターン、大きなチャートパターン。ね、大きなチャートパターンであればあるほど、ね、その揉み合い期間が長ければ長いほど、で、そして、高値をトライする回数が多ければ多いほど、ね、 2回試したけど、3回目はいけるだろう。いや、3回目もダメだった。ね、その時の下落というのは、私は大きなものになると思っています。ですので、あくまでね、まあ、大きな流れとしては下なんですが、短期的に上昇をやっぱり警戒しましょうと。はい。人によってはね、ロットの張り方によっては、何百本400ポイント担がれるとね、それが命取りになってしまうという、はい、こともあるんで、あんまり下に目線を固定せずにですね、 はい。え、下をあまり意識しすぎずにですね。まあ、あのー、そこは冷静にですね。こういった一本の線引いていただいて、緑の線引いていただいて、ちょっと拡大してみるとですね。はい。え、今夜とか明日なりに、え、この緑の線を上抜けてこういう形。はい。で、n 字を作ったんであれば、もうこれはですね、やっぱり1万5千。だからまあ、FOMC、来週の はい。えー、木曜日かな ?9 月21日の3時に政策金利の発表と、あと、パウエルさんのね、えー、会見があります。はい。えー、そこまでは、えー、上がっていくと。はい。えー、そのような、え、目線というのを持ちつつですね。まあ、できれば、まあ、現在私ら、あの、私らというか、私はショートポジションを持っていますんで、できれば下がってほしいわけですよ。はい。 なので、まあ、このあたりを下抜いてくれる、はい、ことを今夜は、まあ、期待しつつ、まあ、警戒もしつつと、と、え、い、ー、った形で見ていけたらと思っております。はい。まあ、どっちにしろね、はい、大きく儲かる。うん、結局のところ下下げるんであれば、まあ、なんならね、その、上行って下行ってもらった方が、 まあ先ほど言ったように往復で800ポイントありますので、まあより大きく資金が増えるわけですね。まあなので、まあポジティブに見つつですね、まあやっぱりこの金利の対局の上昇トレンド。はい。これを私は信じて、もう米株のね、まあ天井は近い、えー。まあただし、今夜から下げる、今夜から大きく下落かどうかっていうのはちょっとわからないよと。はい、えー。いうふうに、まあ中立に、まあ、えー、見ていきたいというふうに思っております。 はい。えー、本動画が良ければですね、チャンネル登録と、あと、高評価ボタンいただけると、まあ、今後もですね、励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。えー、本日は以上です。ありがとうございました。